第30回プライベートフットボール全日本選手権大会オーシャンボール、これより選手の入場です。まずは東日本代表浦和ズの入場です。フットボールが大好きな仲間と学生時代に戻ったように真剣にフットボールができるチームです。ユニフォームを着ているプレイヤーは全員出場して日本一になることを目標に活動しています。合同練習してくれた大学生やオーシャンボールにたどり着けなかったライバルチームの分まで今日も最後まで全力でプレーします。ゴです。
4年前の敗戦は私たちにとって大きな挑戦でした。しかしその経験から学び、成長し、努力し、技術を磨いてきました。私たちを支えてくれた皆様に感謝しながら、本日再びオーシャンボールに出場し、日本一に挑戦できることを心から嬉しく思います。今私たちの拠点石川県では大きく深い悲しみに包まれています。特に能登半島では現在も生活に不自由を強いられている方々がいます。みんなが今こそ明るい光を求めています。スポーツには困難な状況にある人々にも希望を与える力を持っています。今日は私たちの力を最大限に発揮し、全力で戦います。勝利に向けて一丸となって戦い、最高のパフォーマンスを見せることをお約束します。見せましょう、スポーツの力を。見せましょう、アメリカンフットボールの力を。頑張ろう石川県、頑張ろう能登半島。ファイト金沢ワイゼンベル。
600年関ヶ原の戦いから400年、この子たちは西軍体を相手にベルグ関東軍浦和浦和と今日とも言える時代に終止符を打ちます。アメリカ相撲の地北陸から史上最大の付け下克上を起こします。頑張ろう北陸、頑張ろう石川。アメリカンフットボール、かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を気にした少年が主人公でした。それに魅了された友が巨漢が悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度も離れた仲間が戻り、脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされながら、あのおとぎ話な世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。令和6年2月11日、場所は岐阜長良川球技メドウにて、2023シーズン JPFF 全日本王座決定戦第30回オーシャンボールが間もなく行われます。試合開始13時30分キックオフ予定です。昨年12月にご逝去されました全副会長平野晴彦氏のご冥福をお祈りし黙祷を行います。平野氏は関東の強豪横浜シーガルのコーナーバックとしてチームの黄金期を支え、日本プライベートフットボール協会創設からその基礎を作られ、今日の発展に導かれたお一人です。これまでのご尽力に感謝するとともに、今後の協会のさらなる発展を我々がお約束し黙祷を行いたいと思います。それでは皆様お所入りますがご協力ください。ご起立 ご脱帽の上黙祷にご協力をお願いいたします。黙祷。お呼びください。ご協力ありがとうございました。それではポイント数を行います。本日のポイント数は、皆様ご清聴ありがとうございました。日本プライベートフットボール協会、様々な方々の先人たちの苦労ありまして第30回を迎えました全日本王座決定戦オーシャンボール、これよりコイントスに入ります。この王座を競います一戦に挑みます2チームをご紹介します。奥にありますのが東日本を制しまして上がってまいりました浦和浦和です。近年その最盛期にあるかのようにJPFF 最多の6回のオーシャンボール、つまり日本一を制覇している強豪王道のチームです。今回はその記録更新戦と7回目のその王座を目指さんとこの一戦に挑みます。対しますはその西日本を制しました中日本代表であります石川金沢に拠点を持ちますワイセンベルグです。4年前同じく勝ち上がりまして、この浦和ルアーズにしかし苦杯を舐める形になりました。その4年前の雪辱畑さんとこの地に戻ってきております。すでに時報ありますように非常に厳しい状況を乗り越えてこの地にたどり着きました。
さあその両雄の一戦が間もなく行われます。コイントスの結果、浦和浦和ズキッコフ、金沢ワイセンベルグリターンで試合が始まります。この試合は1クォーター12分の静止形で行われます。早速チャット内のメッセージありがとうございます。藤野様、レッツゴー&ウィン・ワイセン、金沢のメッセージですね。荒木様の楽しみのメッセージも非常に嬉しく思います。タラコちゃん、両者とも頑張ってくださいのメッセージ。キャント様、ワイセンベルグの OB の方ですね。ぜひともこの一戦の勝利を願いつつこの試合をご覧いただければと思います。さあまずその試合は浦和浦和ズのキックオフで試合が始まる形になります。キックオフキッカーを務めますのは浦和浦和ズ11番の、久保田が務めます。ワイセンベルグリターナーは2番と19番が配置しております。さあリターンに入ったワイセン、左方向への展開を図りましたが、自陣20ヤード付近の位置を確保してこの位置で金沢の攻撃と変わります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回で10ヤード前進し攻撃権更新を図るか、あるいはその過程で相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずは金沢の攻撃、金沢自陣24ヤードの力のファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新必要、距離は10ヤード。まず金沢パスプレーから入りました。アメリカンフットボールは攻撃の開始点より後方より一度だけ前にパスが投げます。この権利使いまして金沢まずクォーターバック、大きく右に展開したワイドレシーバー19番にパス、これを19番見事にキャッチしまして大きく前進、一気に10ヤード以上突破しまして攻撃権再び1回目の獲得をしました。見事なパスキャッチを決めたのは金沢ワイセンベルグ19番の本田。さあ一気に相手陣に入ります。金沢ワイセンベルグ相手陣47ヤードからファーストダウン10。入りました。ランニングバック2番にハンドオフ、そこから2番は左奥に展開、相手ディフェンスをまくるように外へ展開し約2ヤードのゲインとしています。キャリアとなりましたのは2番の多田でした。これを仕留めましたのは浦和浦和ズ11番の久保田でした。2ヤード前進しまして金沢2回目の攻撃に入ります。金沢相手陣45ヤードからセカンドダウン8、2回目の攻撃で攻撃権更新、必要距離は8ヤードに変わります。パス不成功、今度は左に展開したワイドレシーバー47番にパスを投じましたがわずかにパスがオーバースロー、パス失敗ですのでボールは元の位置に戻されまして次の攻撃に変わります。従いまして金沢ワイセンベルグサードダウン3回目の攻撃に変わります。ボールの位置は変わらず相手陣45ヤード、攻撃権更新必要距離は8ヤードです。金沢ワイセンベルグサードダウン8。ここでオプションプレーを展開しました。オプションはクォーターバックが持つかランニングバックに託すかの選択プレー、ここはランニングバックにピッチし投げ渡し右オープンをつかせました。キャリア2番の走力に期待しましたがしかし攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンに変わります。さあ最後の攻撃権となります金沢、どのようにこの最後の攻撃権使うでしょうか。フォーメーションを変えましてパントフォーメーションを取ります。パントはキックによる陣地挽回を図る策です。しかし攻撃放棄という形になります。
このバントは味方選手に当たりまして浦和陣30ヤード付近で止まりました。この位置で攻守交代という形になります。金沢攻撃権の更新を一つ果たしましたが、しかしこの攻撃シリーズは結果的にはバントで放棄する形になりました。しかしボールは相手陣に移った形になっております。さあこの相手陣に入った位置から、つまり浦和は自陣からの攻撃と変わります。攻撃権変わりまして、今度は浦和図の攻撃に変わります。浦和図自陣31ヤードからのファーストダウン、同じく攻撃1回目、攻撃権更新、必要距離は10ヤードです。さあ今度は返す刀になります。浦和どのような攻撃を展開するでしょうか。さあまずはランニングバックに託しました。ランニングバック7番にトスしまして、右オープンにランプレー、ディフェンス殺到しましたが、しかしその間すり抜けるように2番がゲインし約5ヤード獲得しております。ボールを持った選手が倒れた地点までが前進地点という形になります。浦和図自陣36ヤードからセカンドダウン5、2回目の攻撃に変わります。攻撃権更新、必要距離は5ヤード。ナイスラン、ファースター。今度はランニングバックにハンドオフしました。託されました21番。見事に密集点つきまして一気に攻撃権更新です。浦和図ファースター。素晴らしいランで攻撃権更新果たしましたのは浦和図21番の高松でした。高松は学生時代関西学院大学のランニングバックとして甲子園ボールを沸かしたランニングバックではあります。さあ自陣48ヤードから浦和図ファーストダウン10。ナイスパスカット。ここで浦和パスプレーを展開しようとクォーターバック5番パスを投じましたが、すかさずこれを金沢70番がパスカット、パス不成功に変えましてセカンドダウンに変わります。見事なパスカットを決めましたが、金沢ワイセンブレグ70番の宮田、パスをカットしましてパス不成功にしています。浦和ーズ2回目の攻撃セカンドダウン10。浦和ーズセカンドダウン10。ボールオンは自陣48ヤード。さあ今度はランプレーです。パスを投じる構えからアニマックにボールをハンドオフしまして、右オープンへのランプレーを展開しました。キャリア26番、相手の裏をつくようにスピードになりまして約7ヤードのゲインを果たしております。キャリア26番は榎本でした。浦和図相手陣46ヤードからサーダウン3、さあ3ヤードの攻防になります。この3ヤードを獲得しまして攻撃権更新になるでしょうか、あるいは金沢食い止めるでしょうか。パス不成功。クォーターバック5番、ここでプレーアクションからパスを投じようとしましたが、金沢見事なパスカバーでその的を封じ込み、パス不成功に変えました。浦和図フォースダウンに変わります。CA さん、英語のメッセージですが、これが JPFM のチャンピオンシップです。今シーズンの、JPFF チャンピオンを決める試合となっています。さあ絶妙のパントを蹴りましたが、しかしここでフィールド上に黄色いウエス、イエローフラッグ、イエローマーカーが落ちています。審判団からフィールド上に黄色いウエスが落とされますとイエローフラッグ、反則発生を意味します。果たしてどちらのチームに反則があったでしょうか。
ディフェンスの反則です。オフサイド、ボールは動く前に相手エリアに侵入しておりました。フライングという形になります。反則です。5ヤードのバッタリとなり、攻撃権更新、必要距離は残り3ヤードでしたので、自動的に攻撃権浦和更新という形になります。結果、浦和浦和ズファーストダウン獲得です。ファーストダウン獲得はつまり1回目の攻撃を獲得、つまり攻撃継続を意味します。さあ、相手のミスを誘いまして攻撃権を得ました。浦和浦和ズ相手陣38ヤードからファーストダウンテ、さあランプレーを入れました。 右に7番を展開させようというところでしたが、しかしこれは金沢見事食い止めまして、ゲインは1ヤードにとどめております。ランプレー、しかしここは金沢ワイセンベルク、ディフェンスライン55番三田和樹が素早いタックル。素晴らしい反応しましたのは金沢55番の三田。浦和浦和ズセカンドダウン9、失礼しました、セカンドダウン10に訂正します。先ほどのプレーノーゲインでした。パス成功。クォーターバック5番、右に展開しましたワイドレシーバー81番にタイミングパス、一瞬のタイミングをつきましてワイドレシーバー81番これをキャッチし、約8ヤードから9ヤードのゲインに変えております。見事なキャッチをしましたのは81番の大谷でした。浦和浦和ズサードダウン残り1ヤード。さあ、この1ヤード突破なるでしょうか。金沢ナイスです。ここで金沢ワイドキャッチフォーメーション、クォーターバックのうちにランニバックを配置しランプレーを展開しました。相手の胸を突くようにランニバック21番のランプレーで突破を図らんというところでしたが、これを金沢見事に対応しましてロスしフォースダウンに変えます。ここは高松の総力でまず獲得を目論んだところでしたが、しかし金沢これを許しませんでした。フォースダウンに変わっています。浦和浦和ズフォースダウン8、パンプフォーメーション。ナイスパン。ここでパンター17番絶妙の距離を測りましてのパンドを蹴りました。ゴール相手陣ゴールライン直線のところでボールが止まりまして、この位置で攻守交代となります。見事なパントで攻撃譲渡を図ることに成功しましたのは浦和浦和ズのパンター17番砂原の見事な妙技でした。金沢なんとか浦和の攻撃をしのいだところですが、自陣4ヤードの厳しい状況からの攻撃に変わります。さあ、この状況をまず打開できるでしょうか。金沢ワイセンベルグファーストダウンテ、さあまずフルバックに中央へのランプレーを展開しました。ダイブプレーです。最もシンプルでパワフルなプレーでまず前進を図ります。キャリア41番、相手ディフェンスに囲まれましたが、しかしなんとか体をねじ込み3ヤードのゲインとしています。キャリア41番は黒川でした。金沢ワイセンベルグセカンドダウン8、ボールオン自陣6ヤード。今度はテイルバックにボールを託しました。ハンドオフを受けたランニバック23番右にカットバックを切りましてオープンの展開を図りました。約3ヤードのゲインとしています。キャリア23番は佐藤です。金沢ワイセンベルグサーダウン5、ボールオンは自陣8ヤード。
さあ陣地を挽回図らんというところですが、5ヤードの突破なるでしょうか。さあ右のオフタックルにランプレーを投入しました。最も力があるタックルの右奥を展開するパワープレーです。ランニングバック23番体をねじ込むように前進図りましたが、しかしフォースダウンになります。攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンに変わります。ここは浦和もディフェンス強固です。この攻撃シリーズを止めております。金沢ワイセンベルグフォースダウン3パックフォーメーションを取ります。これもナイスパン。金沢パンターエンドゾーンの中という非常に危険なエリアからのパントで厳しい状況ですが、見事なパントを蹴り返しボールをハーフウェイ付近まで押し返す形で攻撃攻守交代という形になります。見事なパントによりまして陣地を挽回しハーフウェイ付近に戻しました。テイクオーバー。攻撃権変わりまして浦和ウラーズに変わります。さあしかし浦和としては何としてもこのチャンスを生かしたい。ボールオン相手陣49ヤードから浦和ウラーズファーストアンテン。金沢ナイスです。ここでランプレーによる突破を図りました。キャリアは26番しかしこれを金沢9番猛チャージしまして、このランプレーロスに変えています。約2ヤードロス交代させました。素晴らしいロスタックルを決めたのは金沢ワイセンブルグ9番の岡村。アメリカンフットボールは前進をゲイン、交代をロスと表現します。浦和ウラーズ自陣49ヤードからセカンドアウト12。パス成功。クォーターバック5番素早いタイミングのプレイアクションパス、ランプレーをフェイクしましてその裏をつくように中央を切り込みました。ワイズレシーバー17番にパスをヒット、約11ヤードのゲインとしています。しかしわずかに攻撃権更新には至っておりません。サーダウンに変わります。しかしタックル受けながら見事にキャッチしましたが17番の砂原でした。さあこの1ヤードの攻防に入ります。浦和ウラーズサーダウン残り1ヤード。金沢ナイスディフェンス。ここでランプレーによりこの距離を取りに来ました浦和。しかしこれを金沢食い止めました。このランプレーノーゲインとしフォースダウンに変えます。非常に厳しい状況の1ヤードの攻防、しかし金沢見事に2度止めております。ここで第一クォーター終了です。第一クォーター終わりまして浦和の浦和ズ0点金沢ワイセンベルグ0点、両者無得点のまま攻守方向を変えまして第二クォーターに移ります。アメリカンフットボールは試合を4つに区切って行います。それぞれをクォーターと称し、第一第二クォーターを前半、第三第四クォーターを後半とします。第1と第2、第3と第4の切り替えでは攻守の方向を入れ替え、前半と後半の切り替えではタイムアウト、ポジショニングをリセットして試合を行います。まずその序盤となります第1クォーター、双方とも素晴らしい攻守を見せ、特にディフェンス陣は双方ともに素晴らしいプレーを見せまして互いの攻撃を断ち切り無得点に終わっております。まさに日本一決定戦にふさわしい素晴らしい攻防が展開されております。
さあ双方とも拮抗しておりますが、この状況を先に打開するのは果たしてどちらのチームとなるでしょうか。これより攻守の方向を変わりまして第2クォーターに移ります。さあ方向を変わりまして、浦和今度は画面向かって左から右に攻める格好に変わります。浦和はフォースダウンのクリッチヤード、パントフォーメーションを取りました。ハンター17番ケントに見せかけ右オープンでランプレー、相手の裏を突くように右オープンに突っ込みまして、見事この1ヤード獲得になりまして攻撃権更新となっている模様。さあしかし現在審判団協議しております。最終の確定は攻撃権更新至っておりません。フォースダウン、このフェイクプレー失敗となりました。従いまして4回目の攻撃失敗ですので攻守交代です。テイクオーバーによりまして金沢に攻撃権があります。攻撃権取り返した金沢自陣40ヤードからのファーストアンテ。さあまずパスから入った右オープン、右に展開しましたワイドレシーバー24番にヒッチパス、短いパスを投じまして確実に距離を取っています。約5ヤードのゲインとしました。まずパスプレーによりまず1本目を入れた形になっています。パスを取りましたのは24番のカーロでした。さあまずパスから入った金沢、ボールオン自陣45ヤードからセカンドダウン5。さあ再びパスプレー、今度は左に展開したワイドレシーバー9番にフレアパスを展開し、そこからキャッチアンドラン図らんというところでしたが、わずかにパスが上ずったことでタイミング狂いました。結果的にノーゲインとなりましてサーダウンに変わります。短く早いタイミングのプレーはその精度がそのまま獲得距離そして成功につながります。さあ5ヤードの状況を突破なるその策はどのようなものを投入するでしょう。金沢ボールオン自陣46ヤードからサーダウン5。ここでクォーターバック8番自らキープ、パスを投じる構えからすかさずランプレーを展開しました。裏打つ強に自らの足で突破図らんというところでしたが、これも浦和がカバーしておりまして攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンと変わります。キャリアとなりましたクォーターバック8番は江端です。金沢フォースダウン2、パントフォーメーションを取ります。このパントもリターンを避ける低いパントを蹴りまして浦和陣30ヤード付近でボールデッドし、この位置で攻守交代という形になります。テイクオーバーにより攻守は変わりまして今度は浦和の攻撃に変わります。双方とも攻守ともに素晴らしいプレーを見せております。互いにショートヤーデージを突破できない素晴らしい強固なディフェンスを披露し、現在双方無得点の状態になっております。さあ攻撃は浦和に変わります。浦和ズ自陣27ヤードからファーストアンテ。ここでホイッスル、イエローフラッグが投入されました。反則発生です。オフェンスの反則です。ディレイオブザゲーム、遅延行為を働いたという反則です。
オフェンスチームには制限時間があります。この時間内にプレーを始めないと反則となり5ヤード抜体となります。従いまして浦和5ヤードペナルティを受けましてファーストダウンやり直しです。多くの方々のメッセージありがとうございます。現在読み上げることを間に合いませんで失礼いたします。しかしそのメッセージにふさわしい素晴らしい一戦が現在繰り広げられております。浦和ブラーズファーストダウン15で試合再開。パス不成功。ここで一旦ランをフェイクにして左オープンにいましたワイドレシーバーにパスを投じましたが、これはディフェンスカバーよくパス不成功に変えています。浦和ダウン1つ失ってセカンドダウンに変わります。宮内さんは41番頑張れ、おそらくこれは金沢の黒川選手を指していると思われます。ミュー様も同じく、黒川選手のメッセージですね。サシ様もディフェンスのメッセージ、そして大石様も、試合のその感動をそのまま伝えていただくメッセージ、大変嬉しく思います。ナイスファーストダウン。ここで浦和ランプレーを投入しました。託されました21番素晴らしいカットワークを切り左オープンに展開、一気に攻撃権更新を図りまして浦和ウルワーズファーストダウン獲得です。素晴らしいランを決めましたのは浦和ウルワーズ21番の高松、関西学院大学出身の元オールジャパンのランニングバックです。プライベートリーグでありますが、かつて学生会そして日本アメリカンフットボールを賑わせていた名手もここで活躍しています。さあボールオン自陣42ヤードから浦和ウラーズファーストアンテ、さあ中央でランプレーを置いた、しかしこれは浦和もディフェン、金沢もディフェンス陣殺到します。キャリア26番それをかいくぐるように約2ヤードから3ヤードのゲインとしています。キャリア26番は榎本、浦和浦和ズセカンドダウン7、ボールオンは自陣44ヤード。パス成功。クォーターバック5番、右に展開していたワイドレシーバー81番にパス、ディフェンス41番がもうカバーをかけましたが、しかしパスキャッチし約5ヤードほどゲインとなっています。双方とも素晴らしい攻防戦を見せる空中戦のワンプレーでした。浦和浦和ズハーフウェイからサーダウン2、さあ残り2ヤードのサーダウンコンバージョン。ナイスファースト、これを浦和ランプレーで突破しました。ランニングバック77中央オフェンスラインマンが見事な走路を確保した、その中央を切り込みまして攻撃権更新としています。浦和ウラーズファースト、見事なラン決めましたのは7番の小川でした。さあ相手陣に入りました。浦和相手陣41ヤードからファーストダウン10。クォーターバックはここで左から縦に上がっています。ワイドレシーバー83番にパス、83番これを見事にジャンピングキャッチしまして攻撃権更新です。浦和浦和ズファースト、見事にキャッチ決めましたのはワイドレシーバー83番渡辺。さあ勢いに乗るか浦和、ボールオン相手陣28ヤードからファーストアンテ、
ここでホイッスル。金沢ここで前半1回目のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。現在浦和攻撃中ですが、勢いに乗りそのまま一気に得点上連とする状況にあると判断し、金沢ここでタイムアウトを取り、その流れを断ち切る策を講じます。双方ともにディフェンス陣奮闘ありまして、この時点現時点では無得点という状況で推移しておりますこのオーシャンボールですが、現在浦和がその突破口を見出さんと勢いに乗る攻撃を展開しております。金沢がそれにたまらず現在1回目のタイムアウトを取ったところです。さあこれが金沢にとって構想するでしょうか、あるいは浦和それを振り切りますでしょうか。ボールオンは浦和相手陣28ヤードの位置にあります。試合再開です。試合再開、浦和ウラーズ相手陣28ヤードからファーストアンテ、パス成功。クォーターバック5番すかさず右オープン展開した12番にパスを通しまして攻撃権更新果たしています。浦和ウラーズファースター、見事パスを通しましたクォーターバック5番小宮山、そして取りましたワイドレシーバー12番中村、素晴らしいホットラインを形成しています。浦和浦和ズファーストアンテン、ボールオン相手陣17ヤード、パス不成功。再び右方向にいましたレシーバーにパスを投じましたが、このパスはオーバースロー、パス不成功となっています。浦和セカンドダウンに変わります。さあまずこのシリーズの1回目の攻撃はパス失敗、2回目の攻撃は果たしてどのようなプレーを持ってくるでしょうか。浦和浦和ズセカンドダウン10、さあ今度はランプレーを投入、ランニングバック21番ハンドを託され右オープン展開を図りましたが、しかしこれは金沢ディフェンス陣も殺到し、ゲインは2ヤードほどにとどめています。キャリア21番は高松でした。浦和浦和ズサーダウン8、ボールオン相手陣15ヤード、ナイスパスカット。ここで浦和パスプレーにより突破を図りましたが、このパスを金沢64番が見事にパスカットし、パス不成功に変えています。素晴らしいパスカットを決めたのは金沢ワイセンベルグ64番の犬塚です。浦和浦和ズフォースダウン8、フォーメーションを変えます。フィードゴールトライ、キックによる3点を狙います。キックレングスは32ヤード、フィールドゴールフォーメーション、いける、キック失敗、フィールドゴール失敗です。浦和はまずこのフィールドゴールで先制を図らんというところでしたが、このキックプレッシャーを与えまプレッシャーを与えまして失敗に追い込み、結果的に浦和は無得点で攻守交代となります。テイクオーバーになりまして金沢の攻撃に変わります。金沢ワイセンベルグしのぎました。現在負傷者がフィールド内発送しておりますので、レフェリータイムアウトが入っています。
さあ浦和が攻撃陣勢いに乗りまして、この試合に均衡を崩すような猛攻、そして得点を狙わんという状況でしたが、これを金沢土壇場のところでプレッシャーかけましてしのぎ、現在まだ無得点という状況に推移しております。さあ金沢、今度は攻撃でこの状況を生かしていきたい。試合再開です。攻撃点は金沢ワイセンベルグ、金沢ワイセンベルグ自陣20ヤードからファーストアンテ。さあ浦和のディフェンス圧力をかけてきました。まずランプレーを展開しようとしましたが、ディフェンスライン陣が殺到しまして、このランプレーをノーレインで阻止しております。金沢ワイセンベルグセカンドアウト、ボールオンは変わらず20ヤード。金沢ワイセンベルグセカンドアウト。ここでホイッスル、イエローフラッグ、反則が発生しています。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。先ほどのプレー、オフェンスライン70番がフライングする形でスタートをしてしまいました。オフェンスチームは揃ってスタートしなければいけません。5ヤードバッタイし、セカンドダウンやり直しです。金沢ワイセンベルグセカンドダウン15で試合再開です。ここでオプションプレーを展開しました。ラインバック23番にトスしまして、23番右オープン展開図らんというところでしたが、浦和もディフェンス陣守り厚く、ゲインは約3ヤードから4ヤード程度にとどめております。ゲインは3ヤード。キャリア23番は佐藤でした。金沢ワイセンベルグサードアンド12。パス不成功。クォーターバック8番、ここでプレーアクションから左にブーツレックをロールアウト。むき出しの状態で左オープンに展開し、相手ですディフェンスを巻くようにしてパスを投じんというところでしたが、ディフェンス陣殺到しまして、このパスを不成功になっています。フォースダウンに変わります。金沢ワイセンベルグの攻撃はフォースダウン、ラストダウンです。金沢ワイセンベルグフォースダウン12、パントフォーメーションを取ります。これも絶妙のパントです。距離を稼がんというところですが、あえて強く蹴らず低く転がっていくパントを蹴りました。リターナー、ボールは目の前に転がってきましたが、ディフェンスの殺到する状況にボールをスルーし、結果的にボールは浦和陣35ヤード付近でとどまりまして、攻守交代となっています。双方ともにパンターが技ありの技術を見せておりまして、双方とも攻撃で突破口を見出せない状況を作り出しております。さあ浦和、浦和ズ自陣34ヤードからの攻撃に入ります。浦和、浦和ズファーストアウト。パス成功。
ました。クォーターバック5番ワイドレシーバー88番にパスを通しまして、見事に88番キャッチ、攻撃権更新です。浦和ブラーズファスター。さあボールオン自陣45ヤードから浦和ファーストアウト、パス成功。右に素早く展開した17番にパスを通しまして、17番約3ヤードのゲインとしています。外へ出ましたのでここで時計が止まります。前半残り時間が1分14秒で止まりました。この前半の残り時間1分14秒がなくなりますと、現在のポジショニングは全てリセットする形になります。言い換えますと、この攻撃シリーズ得点に結びつけるにはこの時間内に得点を上げることが重要になります。パス成功、ファースター。クォーターバック5番、今度は左にドールアウトしてワイドレシーバー81番にパス、タックル受けながら81番見事に攻撃権更新し、浦和ブラーズファーストダウン獲得です。ここで浦和前半1回目のタイムアウトを取りました。残り時間を確保するためにここで浦和はタイムアウトを取ります。見事なパスキャッチしましたのはワイドレシーバー81番の大谷でした。第30回オーシャンボール日本一王座決定戦、浦和ルアーズ対金沢ワイセンベルグの一戦は現在前半残り時間1分9秒の状況で、双方とも無得点の状況になっております。さあ浦和前半1回目のタイムアウト間もなく解けます。残り時間1分9秒、果たしてどのような策を講じるでしょうか。浦和相手陣38ヤードからのファーストダウンテ、ナイスゲーム、ファーストダウン。しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しています。ここで浦和が講じました策はスクリーンパス、ロングパスを見せかけ手前にいたランニングバックにブロッカーをつけて走らせるキャッチアンドランのデザインプレーです。これを21番見事に決め、攻撃権を更新を図るランを決めていますが、ここでイエローフラッグが投入されました。さあ果たしてどちらに反則があったでしょうか。オフェンスの反則です。腰から下へのブロック、ビローズウェストの反則です。オフェンスチームは腰から下にブロックをするのは特定のエリア以外は禁じられております。非常に危険な行為だからです。この反則が発生しました。反則は15ヤード、非常に重い罰則になりまして、先ほどのプレー無効となりまして、ファーストダウンやり直しという形になります。失礼しました、獲得した地点が大きかったので大きく後退する格好でのファーストダウンやり直しです。クロックトラブルが発生しましたので、現在その調整が行われています。次のプレーはオフェンスがボールを動かした瞬間に時計がスタートする形になります。失礼しました、時計は、スタートしました。パス不成功。クォーターバック5番下がりまして、奥に走り込んだレシーバーにパスを投じんというところでしたが、金沢のパスカバーよくパスを投げ捨てる形になりました。パス失敗という格好になりまして、浦和2回目の攻撃に入ります。
さあ金沢もディフェンス陣非常に奮闘しています。前半残り時間45秒、浦和浦和ズ相手陣40ヤードからセカンドダウンテ、失礼しました、セカンドダウン13に訂正します。パス成功、ファーストダウン、しかしここでイエローフラグ、反則が発生しています。さあどちらの反則でしょうか。さあ現在その内容審判団で協議されています。ディフェンスの反則です。パスインターフェア、前パスが浮いている間に相手選手を接触妨害したという反則です。この反則はどちらにもありますが、今回はディフェンス側が相手のオフェンス選手を接触し妨害する形になりました。反則発生時まで前進を許す形でファーストダウン献上になります。従いまして浦和ファーストダウンでボールオン相手陣32ヤードからの攻撃で試合再開。クォーターバック5番パスを投じようと構えましたがプレッシャー感じましてスクラム、緊急発進のダンプレーに変えました。この判断構想し約8ヤードのゲインとしています。また外へ出ましたので時計も止まっております。絶妙の判断下しましたのはクォーターバック5番の小宮山でした。前半終了まで残り27秒、浦和浦和ズセカンドダウン3、ボールオンは相手陣24ヤード、すでに23ヤードに訂正です。前半残り時間27秒、パス成功ファースト、ここでホイッスル、浦和ロエスパス成功ファースト、浦和ここで前半2回目のタイムアウトを取ります。時計は残り時間17秒で止まっております。クォーターバック5番ここでワイドレシーバー17番にパスを投じました。17番相手ディフェンスのカバーの隙間を見事つきましてこのボールをキャッチし攻撃権更新果たしています。浦和浦和ズファースト、鮮やかなパスを投じました。クォーターバック5番は小宮山、取りましたワイドレシーバー17番は砂原でした。さあ前半はまもなく終了の時を迎えつつある、残り時間17秒ですが、しかし浦和相手陣7ヤードの位置に入り、6ヤードの位置に入りまして得点をする絶好のチャンスを得ています。ここで前半2回目のタイムアウトを取りまして浦和どのような策を投入するでしょうか。金沢これをしのげるでしょうか。ボールオンゴール前5ヤードの位置にあります。浦和浦和ズセカンドダウン2ゴール、
成功、タッチダウン。ここで選択したのはパスプレーでした。左に展開しておりましたワイドレシーバー18番にヒッチパス、18番これをキャッチ、そのままエンドゾーンに飛び込んでタッチダウン。浦和浦和ズタッチダウンにより6点先制となりました。そしてタッチダウンの後のワンプレートライフォーポイントに入ります。このキックは失敗です。6点止まり。しかし浦和ラーズワイドレシーバー18番の、平谷のキャッチによりまして、この拮抗した試合先制点を挙げるタッチダウンを取ることに成功しております。アメリカンフットボールの得点パターンは大きく分けると2通り。ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、プレースキックをゴールポスト内に蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点入ります。さらにタッチダウンの後にはもうワンプレーのボーナスがあり、ここでキックを決めると1点、エンドゾーンに持ち込むと2点、さらに加点となります。これ以外の得点としては自分たちのエンドゾーン内で倒される自殺点セーフティーです。この場合は2点です。従いましてアメリカンフットボールの得点パターンは2点、3点、6点、7点、8点の5通りです。この足し算によりまして駆け引きが行われ、引き分けが起こりにくい得点構造になっています。さあその得点を終えました浦和ウラーズのキックオフで試合再開です。さあ金沢リターンに入った。大きなリターンを避ける短いキックを浦和蹴りましたことによりまして、金沢自陣30ヤード付近で抑えられた格好になっています。さあ前半残り時間は5秒という状況で金沢の攻撃に入ります。前半終了まで残り5秒、エンドゾーンまでは70ヤードという非常に厳しい状況です。ランプレーを投入しましたが、しかしこのランは止められております。ここで前半終了となりました。前半終了となりまして、浦和浦和ズ6点、金沢ワイセンベルグ0点、浦和が前半終了直前でタッチダウンを挙げる形で先制し前半終了となっております。しかしここに至るまで双方とも素晴らしい戦いぶりを見せるこのオーシャンボールの決勝戦の状況となっています。まさに日本一を決めるにふさわしい一戦がこの前半攻防として繰り広げられました。さあこれより双方ハーフタイムに入ります。このハーフタイムによって双方とも前半の状況を鑑み後半の対策を練るという形になります。互いにこの状況を打開する突破口をこのハーフタイムで見出すことができるでしょうか。さあ審判らがフィールドに間もなく戻ってまいりまして、後半戦再開の時を迎えようとしております。前半戦双方ともに素晴らしい攻防戦を繰り広げておりました。互いに無得点のまま終えるかというところでしたが、その終了間際浦和が猛攻をかけまして先制となりますタッチダウンを挙げ、現在浦和が6点リードする形になっております。しかしトライフォーポイント失敗となりまして、必ずしもこれがセーフティーリードという形になっておりません。後半戦の状況次第ではまだ展開いかようにもなるという非常に拮抗した一戦となっています。チャット内にも多くの方々のメッセージありがとうございます。読み上げることがままならず誠に申し訳なくございます。滋賀の虎五六様、新おこな様、三氏様、三氏様ですね、荒木様、大志様、さまざまな方々、タラスケ様、ダメ人間様、メッセージありがとうございます。アロハ様ありがとうございます。しかしそのメッセージにふさわしい非常に白熱した一戦となっております。現在このライブ配信をご覧いただいている方々にお願いがございます。できましたら多くの方々にたとえ簡単なものでも結構です、メッセージを言っていただければありがたく思います。また叶いましたら高評価ボタンをいただけますとありがたいです。これらの高評価ボタン、そしてメッセージの数の多さが、これをご覧いただいていないさまざまな方々に YouTube がこの動画を斡旋するキーワードになっています。
投票カオタニやそのメッセージが多い配信は必然的に多くの方々に見識を広めていただかんと YouTube が働きかける構造になっております。できる限りこの日本一決定戦オーシャンボールを多くの方々にご覧いただけるようご協力ご支援をよろしくお願い申し上げます。さあ両チームともフィールドに入りましてまもなく後半戦再開の時を迎えます。後半戦は金沢のキックオフで試合再開する形になります。キックオフを務めますのは金沢ワイセンベルグ23番の佐藤です。対しまして浦和はリターナーに2枚配信しております12番、そして、もう一人はちょっと番号の方確認ができておりませんが18番かと思われます。19番ですかね、おそらく19番の川村かと思われます。12番は中村です。さあリターン入った浦和、リターン7番すくい上げるように右オープンへ展開、ブロッカーの力も生かしまして自陣40ヤード付近を確保しています。この位置から浦和の攻撃と変わります。果敢なリターンを見せましたのは浦和ズ7番の小川でした。さあ後半戦最初のシリーズは浦和ウラワーズとなります。浦和ズ自陣40ヤードからのファーストアウト、さあまず中央ランプレーナイスファースト、まずはランプレーから入りました。託されました26番、そのまま味方ブロッカーを生かして中央すり抜けるように一気に攻撃権更新としています。浦和ラーズファースト、見事なランしましたのはランニバック26番の榎本でした。まず最初のランプレー見事決まっております。浦和ズボールオンは相手陣に入りました。浦和ラーズ相手陣49ヤードからファーストアウト、さあ再び中央へのランプレー、今度はキャリア7番に託しました。すり抜けるように7番同じく中央を切り込みまして約6ヤードほどゲインしています。今度はランニング枠変わりまして7番の小川が走っております。さあ2つのランプレーが大きく出ております。何らかの突破口を見出したのでしょうか。浦和ラワーズボールオン相手陣44ヤードからセカンドダウン4、パス成功。今度は左に展開したワイドレシーバー83番にパスを通しまして約3ヤードのゲインとしています。しかしギリギリのところで金沢41番タックルしておりまして残り1ヤードの状況となっています。ここは素晴らしい攻防でした。キャッチしましたのは83番の渡辺、タックルしましたのは41番の黒川でした。浦和浦和ズサーダウン残り1ヤード、浦和浦和ズファースト、この1ヤードの攻防今度は浦和が制しました。ランニバックにハンドオフしましてキャリア26番見事に攻撃権更新果たしております。浦和浦和ズファースト、この1ヤードの攻防が前半も非常に見どころでしたがここは浦和が制しました。キャリア26番の榎本でした。ここから
さあ浦和浦和ズ相手陣36ヤードに入りましてのファーストアウト。パス成功、ファースター。クォーターバックワン、今度は右に展開していたワイドレシーバー、88番にパスを通し、88番密集点ディフェンスの隙間をついてこのパスをキャッチし攻撃権更新です。浦和フラワーズファースター、見事なコース取りでパスキャッチしましたがワイドレシーバー88番の三河でした。さあ浦和相手陣23ヤードに入りました。浦和フラワーズファースターアウト。さあパス成功、今度は左に回したワイドレシーバーにフックパターン、立ち止まらさせてそこにパスを投じました。確実にこのパスを12番キャッチしまして約7ヤードから8ヤードのゲインとしています。パスをキャッチしましたのは12番の中村でした。さあ着実に前進しております浦和浦和ズセカンドダウン2。浦和浦和ズセカンドダウン2、中央ランプファースター何が来るなら相手ディフェンスとすれ違うようにハンドオフを託されまして中央へのランプレー、見事にこのランを決めまして攻撃権更新です。浦和浦和ズファーストラン重ねます。期待に応えましたのはランニバック7番の小川でした。さあじりじりと相手、エンドゾーンに近づいてまいりました浦和浦和ズ、ボールオン相手陣11ヤードからファーストランプレー。さあ金沢なんとか食い止めたい。ナイスタック、左に展開していた12番に同じくヒッチ、フックパターンのパスを投じました。このパスは通りました。しかしここを金沢19番見事なヒットによりましてゲインを5ヤードほどでとどめております。パスを取りましたのは12番の中村、これをタックルしましたのは19番の本田でした。ゲインは5ヤード浦和浦和ズセカンドダウン5、浦和浦和ズセカンドダウン5、ボールオン相手陣6ヤード。タッチアウ、今度は12番に縦で切り上がりました。相手のディフェンスを裏を突くようにそのままエンドゾーンに囲んだところにクォーターバック5番見事にパスを投じパス成功、タッチアウンパスによりタッチアウン成功によりまして6点獲得となっています。浦和浦和ズ得点12点に変わります。そしてトライフォーポイント、タッチアウンとのワンプレーに入ります。キック成功し1点追加、浦和フラワーズ13点、金沢ワイセンベルグ0点となりました。浦和フラワーズ後半最初の攻撃シリーズ見事に成功しまして追加点を挙げリードを広げる形に成功しています。そのタッチダウンを見事に決めましたのはクォーターバック5番の小宮山、そして取りましたワイドレシーバー12番の中村でした。さあ後半最初の攻撃シリーズを見逃したのは浦和浦和ズとなりました。その浦和のキックオフで試合再開です。さあ反撃をきっかけとするリターンを金沢敢行しましたが自陣30ヤード付近でとどめられております。この位置から金沢ワイセンベルグの攻撃に変わります。
陽様、のりたま様、YJ 様、メッセージありがとうございます。そうですね、私の方の声がちょっと枯れているようでですね、それだけ白熱した一戦でちょっと声の方に、限界が来ているのかもしれませんが、なんとか最後まで持たせていきたいと思います。さあ、しかし金沢ここでイエローフラッグが飛んでいます。さあ、この反則は果たしてどちらの反則でしょうか。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。揃ってスタートしなかったことにより5ヤードバッタリとなります。金沢5ヤード下がりまして、ファーストダウン5で試合再開となります。ボールオンは自陣23ヤード。これは浦和ナイスディフェンス。まず金沢オプションプレーを展開しようとしました。しかしそのオプションを判断するクォーターバックに猛烈にディフェンスがプレッシャーをかけまして、このピッチコントロール狂い、あわやボールをロストするというプレッシャーをかけました。なんとかランニングバック抑えましたが、結果的に大きく後退する形になっています。金沢ワイセンベルグセカンドダウンロン、ここで金沢クォーターバック自らがランを展開しようとしましたが、これを浦和も見事にカバーしておりまして、ノーゲインに変えております。金沢はサードダウンに変わります。金沢ワイセンベルグサードダウンロン、さあ厳しい状況になっていますが、どのようなプレーを持ってくるでしょうか。パス成功、ここでロングパスを通しました。クォーターバカチワン左に流れながら縦に上がった24番にロングパス、24番相手ディフェンスを振り切ることには至りましたが、しかしわずかにパス届かず、パス不成功となりまして、フォースダウンに変わります。このロングの状況ではあえてロングパスによりトップを図りましたが、しかしそれは必ずフォースダウンロングの状況、パントフォーメーションを取ります。金沢ワイセンベルグフォースダウン、これもプレッシャーある中、パントを蹴りましたボール、リターンを避けるように低い弾道を蹴りまして、ハーフウェイまで陣地挽回を図る形に成功しております。ボールは中央付近に戻されまして、攻撃はテイクオーバー、浦和の攻撃に変わります。さあ、しかし後半2回目の攻撃シリーズを終えました浦和浦和ズ、ボールオン相手陣48ヤードからの攻撃に入ります。浦和ズファーストダウン10。中央へのランプレー、何枠26番ハンドオフを託されまして、右オフタックルをすり抜けるように切り上がりまして、約7ヤードから8ヤードのゲインとしています。ゲインは7ヤード。
キャリア26番は榎本です。浦和浦和ズセカンダウンスイー、パス成功、ファースト。浦和ラーズ、この短いサインヤードをパスプレーで突破しました。ワイドルシーは81番にディフェンスのカバーの前を突くようにコースを取らせまして、このパスを通し確実に攻撃権更新果たしました。浦和浦和ズファースト。果敢なパスキャッチ、見事に決めましたのはワイドルシーは81番の大谷でした。浦和浦和ズファーストダウン10、ボールオンは相手陣38ヤード。パス成功、ファーストダウン。ここでプレーアクションパス、ランプレーをフェイクしまして中央を切り込んだワイドレシーバー17番にパス、ディフェンスの隙間をつくように飛び込みまして、このパスキャッチ、攻撃権更新です。浦和浦和ズファースト。見事なタイミングパスを決めまして、キャッチしましたのはワイドレシーバー17番の砂原でした。浦和浦和ズ強固な金沢に対して計算されたタイミングパスを連投し、この状況打開を図っております。これが構想し、現在攻撃展開しています。インターセプト、ターンオーバー。ここで浦和は一気に勢いのあるとパスを重ねてまいりましたが、そのパスを見事なカバーによりパスを奪い取りましたのは金沢9番、インターセプトにより攻撃を奪取し攻守交代です。ターンオーバー、金沢の攻撃に変わります。見事インターセプトしましたのは金沢ワイゼンベルグ9番の岡村、堅い先金のインターセプトにより金沢攻撃奪取です。さあ攻撃権を奪いました金沢、ボールオン自陣35ヤードからの攻撃に入ります。金沢ワイセンベルグファーストアンテン、さあここで一つトリックプレーを入れました。何が君13番にトスした後リバースプレー、反対サイドにレシーバー26番を走らせると見せかけ、これをフェイクにし23番左オープンを突破を図りました。一瞬ディフェンスの隙間をほころび見せまして左オープン、約3ヤードから4ヤードのゲインに変えています。キャリアは23番の佐藤でした。しかし浦和も動じず、ここで大きなロスは与えておりません。金沢ワイセンベルグセカンドダウン7、パス不成功。ここでクォーターバック8番プレイアクションからタイトエンド99番にパスを投じました。99番なんとかキャッチ戦というところでしたが、わずかにオーバーリードする形でミスリードによりパスキャッチミスとなっています。ダウン1つ変わりまして、金沢3回目の攻撃サードダウンに変わります。金沢ワイセンベルグサードダウン7、パス不成功。クォーターバカちゃんプレイアクションから左に展開した41番にパスを投じましたが、しかしわずかにコントロールミスしパス不成功となっています。金沢ワイセンベルグフォースダウンに変わります。金沢ワイセンベルグフォースダウン7、パントフォーメーションを取ります。
プレッシャーサッとする中、パンタは見事なパンタを蹴りました。ボールは点々とし、浦和陣10ヤード付近まで転がり、この位置で攻守交代果たしております。非常に厳しい状況、素晴らしいパントで状況打開図らんとしております。結果的には大きく陣地を押し返す形に成功しました、金沢ワイセンベルグ。さあしかし浦和も攻撃好調になっております。自陣11ヤードからの攻撃、果たしてどのような攻防になるでしょう。浦和ロアズ自陣11ヤードからファーストアンテン、浦和ズ自陣11ヤードからファーストアンテン。ここで好調なランニーバック26番にハンドオフしました。しかしここで金沢55番が立ちはだかり、逆方向に行こうとするところ41番見事に仕留めまして、約6ヤードのロスに変えています。素晴らしい混転にしましたのは金沢55番の三田、それを仕留めたのは41番の黒川でした。ここで第3クォーター終了です。第3クォーター終わりまして、浦和図13点、金沢ワイセンベルグ0点、攻守方向入れ替え、最終クォーター第4クォーターに移ります。第30回の記念大会、その日本一を決するオーシャンボール、その称号にふさわしい攻防戦が両チームによって繰り広げられております。その試合も中盤になりました。第3クォーター終わりまして、浦和ロアズが13点リードする形になっております。その差はタッチダウン2本差という形になりますが、しかしトライフォーポイント1本失敗がありますので、金沢にもまだ状況によって逆転できる可能性が残っています。さあこの最後の第4クォーターで、果たしてこの試合、どちらがこの試合を制することになるでしょうか。双方陣地を入れ替えまして、これより第4クォーターに入ります。入れ替えまして、試合は第4クォーターに入ります。さあこれよりファイナルクォーター、第4クォーターに入ります。浦和ロアズセカンドダウン16で試合再開。パス成功、ナイスパスカット。ここで浦和パスプレーを展開しようとしましたが、このパス金沢55番パスカットし、パス不成功です。浦和ダウン1つ失ってサードダウンに変わります。素晴らしいパスカットを決めましたのは金沢ワイセンベルグ55番の三田。浦和ズサードダウン16、浦和ロアズサードダウン。さあここでドロープレーを入れた、パスに見せかけた中央へドロープレー、相手の裏を突くように一気に切れ込みまして、攻撃権更新図らんというランでしたが、これを金沢食い止めましてフォースダウンに変えます。八谷の近くゲームをしています。さあ浦和のこのシリーズはどうやら食い止めたか金沢ワイセンベルグ、浦和フォースダウン8の状況です。パントフォーメーションを浦和は取ります。さあリターンに入った、リターン2番果敢にも中央切れ替わんというランを展開しまして、相手陣38ヤード付近を確保しております。この位置からの金沢ワイセンベルグ攻撃に変わります。リターナ2番はタダでした。攻撃は金沢ワイセンベルグ、敵陣39ヤードからの攻撃。
さあしかし金沢絶好の時間の攻撃に入ります。ボールオン相手陣39ヤードから金沢ワイセンベルグファーストアンテ。パス不成功。クォーターバカチファン、ここでロングパスを投じようというところでしたが、これはディフェンスのプレッシャーありまして、パスがショートし、あわやインターセプトかという危険な状況になりましたが、しかしパス不成功で終わっております。金沢ワイセンベルグセカンダウンテ。ここでランプレーを投入。ランニングバック2番にハンドオフし、左オープンに展開。2番スピードになりまして、左オープン駆け上がり、約6ヤードのゲインに変えています。キャリア2番は多田です。さあしかし残り4ヤードほど残っています。金沢相手陣34ヤードからサーダウン4。パス成功。ダッシュプレイファーストクォーターバックちゃん、プレーアクションからロングパス投じんとしましたが、ディフェンス殺到。これをなんとかかいくぐらんと左に展開し、あわやタックルされるかれたというところで、ピッチに近い前パスをワイドレシーバー9番に通しまして攻撃権更新です。カーザーワイセンベルグファースト。素晴らしい判断でパスを通しました。クォーターバック8番前岩田取りました。ワイドレシーバーは9番の岡村でした。ここで負傷者が発生しているためレフェリータイムアウトが取られます。双方とも素晴らしいプレーが展開されております。片や策を講じまして相手のディフェンスの隙間をつき、片や自らの執念にもっての素晴らしい個人技を披露することで状況打開を図る、まさに日本一を決定戦ふさわしい一戦となっています。さあ金沢の攻撃が始まります。金沢ファーストアンテ。パス不成功。クォーターバック8番プレーアクションから中央切れ込んでいた47番にパス。しかしボールをジャグルしたそのことによりわずかにタッチが狂いましてオーバースロー、パス不成功になっています。金沢ワイセンベルグセカンダウンテンに入ります。ボールオン相手陣21ヤード金沢ワイセンベルグセカンダウンテン。さらにいく、ナイスゲーム、ファースト。クォーターバックちゃん、プレーアクションを変えまして、ワイドレシーバー19番にパス、19番、これを見事にキャッチ、相手タックル受けながら、さらにセカンドエフォートで前進し、攻撃権更新、金沢ワイセンベルグ、ファースト。素晴らしいキャッチアンダーしましたが、金沢ワイセンベルグ、19番、本田です。さあ金沢相手陣7ヤードに入りましてファーストダウン2ゴール。残り4回の攻撃チャンスでタッチダウン狙います。さあ中央に選手固めた。ここで浦和のディフェンスナイス。ここでオプションプレー展開しようと右にクォーターバック展開しましたが、これを浦和99番見事なチャージ決めまして約2ヤードロスに変えています。見事な対応をしましたのは浦和ズ99番安田。
げて、上げて。上げるか。サンヤードのロス。金沢ワイセンベルグ、セカンドダウン2ゴール。残り9ヤード。セカンドダウン、ゴール2ゴール。さあ、今度は広げました。インターセプト、ターンオーバー。ここでパスプレーによりタッチダウンを狙いました。しかしレシーバーとのコミュニケーションミス発生。浮いたパスを取りましたのは浦和、浦和ズ4番。インターセプトにより攻守交代となります。4番がエンドゾーンでそのまま倒れましたので、タッチバックとなりまして、浦和は自陣20ヤードからの攻撃となります。見事この土壇場インターセプトを決めましたのは浦和ズ4番の内堀でした。先ほどインターセプトエンドゾーン内でしたので、攻撃で変わりました。浦和ズは自陣20ヤードから、ファーストダウンテン。さあ、まずパスから入ります。右に展開していました87番にヒッチパスを投じました。このパスは成功しますが、しかし金沢もディフェンス集まりまして、ゲインは約4ヤードほどにとどめています。パスを取りましたのは81番の大谷でした。浦和、浦和ズセカンドダウン6。これは金沢ナイスディフェンス。浦和はここで中央のランプレーをキャリア7番で投じました。しかしここでもディフェンス集まりまして、ゲインは2ヤードほどにとどめています。先ほど見事な守備を見せました浦和ですが、金沢も粘りあるディフェンスをまだ披露しています。浦和、浦和ズサードダウン4。さあ、クォーターバック5番、プレッシャーありながら左に展開しまして、スタンドに転じました。さあ、このランの判定どうか。攻撃権更新です。浦和、浦和ズファースト。見事なカバーによりまして、このプレーを封じる感じに見えましたが、浦和クォーターバック5番、見事な判断でスクランブル。起点利かしまして、攻撃権更新継続を果たしております。浦和、浦和ズファースト。見事な判断しました、クォーターバック5番は小宮山です。浦和、浦和ズ、自陣35ヤードからファーストダウンテン。ナイスゲイン、ファーストクォーターバック1、今度は左に展開したワイドレシーバーにすれ違いながらパスを投じました。ここで金沢勝負戦と、ディフェンスを前にプレッシャーかける形でブリッツを入れる形でしたが、この裏を突くように18番がすり抜け、一気にロンゲインに変えまして攻撃権更新です。浦和、浦和ズファースト。見事なパスを投じましたのはクォーターバック5番小宮山、取りまして期待に応えたのはワイドレシーバー18番の平谷でした。さあ、浦和相手陣36ヤードからのファーストアウト。ここでホイッスル。ここで金沢後半1回目のタイムアウトを取ります。ここでホワイトルユニフォーム金沢ワイセンベルグが後半1回目のタイムアウトの要求です。激しい攻防戦になっております最終クォーターですが、ここで浦和が攻撃勢いに乗りまして相手陣に入り込んでまいりました。金沢は残り時間で
残り時間のあるうちに2本のタッチダウンを奪わなければいけません。その時間を鑑み、ディフェンスでありますが、ここでタイムアウトを取ります。さあ残り時間5分となりました。オーシャンボール、現在浦和が攻撃中です。浦和浦和ズ相手陣36ヤードからファーストダウン10。ナイスゲーム、ファーストダウン。ここで浦和シャベルパスを展開しました。シャベルパスはスコップで土をすくい上げるように、すくい上げるシャベルのように下から投げる前パスです。これが見事に7番に決まりまして、7番キャッチアンドランで攻撃権更新です。浦和浦和ズファースター、見事このトリックプレー、シャベルパスを投じましたが、クォーターバック5番小宮山取りましたね、取りまして期待応えたのは7番の小川でした。先ほどフラッグが投入されましたが、このフラッグミスフラッグです。従いましてプレー成立で攻撃権更新です。浦和浦和ズ相手陣24ヤードからファーストダウン10。ファースト、ここでクォーターバック5番、左にいましたワイドレシーバー81番にポストパターン、内側に切れ込むように縦に上がりました81番、これを見事にキャッチしまして攻撃権更新です。浦和浦和ズファースト、見事なキャッチをしましたのは81番の大谷でした。浦和浦和ズゴール前8ヤードから4回の攻撃、浦和浦和ズ相手陣8ヤードからファーストダウン2ゴール。パス不成功、ここで一気にタッチダウンを取らんとエンドゾーンに飛び込みました。99番にパスを投じました。99番、手には触れましたが、しかしキャッチできずパス不成功となっています。ダウン1つ失ってセカンドダウンに変わります。浦和ロアズ2回目の攻撃、ゴール前8ヤードからセカンドダウンゴール2ゴール。浦和ロアズセカンドダウン2ゴール、残り8ヤード。パス成功、今度は左に展開した17番にパスでした。17番そこからキャッチアンドランし、エンドゾーン狙わんというところでしたが、これは金沢食い止めます。サーダンに変わります。浦和浦和ズサーダン残り4ヤード、パス不成功、ここでクォーターバック1右に流れて奥に走り込んだ99番にパス、99番フリーになりましたが、しかしキャッチできずパス不成功、フォースダウンに変わります。浦和浦和ズフォースダウン2ゴール、フィールドゴールトライ、キックにより3点を狙います。
このキックしかし失敗です。フィードゴール失敗で無得点、攻守交代と変わります。このキックはノーヒット不成功、得点には至りませんでした。ここで攻撃権は金沢ワイセンベルグに変わります。浦和このまま一気に試合を決するタッチダウン、そしてフィールドゴール狙わんというところでしたが、結果的にはこのシリーズ得点至るに至りません、得点至りませんでした。さあこれが果たしてどうなるでしょう。残り時間2分38秒で金沢ワイセンベルグの攻撃に変わります。金沢ワイセンベルグ自陣20ヤードからファーストダウンテ、さあまずは右に展開したレシーバーへヒッチパス、19番のキャッチアンドランを図るというところでしたが、しかしこれは浦和も許しません。ゲイン2ヤードに留めております。ボールを持った選手が中で倒れた場合は得点、時計が回り続けます。さあ金沢はできる限り時間を使わず得点を狙いたい。金沢ワイセンベルグセカンドダウン8、パス不成功、パス不成功の判定です。クォーターバック8番、乱れたスナップカバーしパスを投じましたが、レシーバーにタイミングを合わすパスが投じれずパス不成功です。しかしパス失敗ですと時計は止まります。ファーストダウン獲得まで残り8ヤード。さあ金沢ワイセンベルグサーダン8の状況を突破できるでしょうか。クォーターバック8番、プレッシャーある中セーフティーバルブの23番にパス、23番ここからキャッチアンドランを図らんというところでしたが、しかしディフェンス集まりよくフォースダウンに変わります。クォーターバック江端非常に厳しい状況、しかしなんとか状況を打開図らんとフォースダウン、ラストの攻撃のチャンスに突破を図ります。ここでフォースダウンギャンブル見事に成功しまして、金沢攻撃継続です。金沢ワイセンベルグファースト、ここで金沢後半2回目のタイムアウトを取ります。非常に厳しい状況でした金沢、しかしこのフォースダウンギャンブル見事決めまして攻撃継続を成功しています。ここで後半2回目のタイムアウトを取りました。試合残り時間1分15秒となっています。さあ金沢なんとかこのシリーズ得点に結びつけたいところ。ボールオンは自陣36ヤード、試合時間残り1分15秒タイムアウト解けます。金沢ワイセンベルグファースターアンテ、クォーターバック8番、プレイアクションから右オープンブーツレック、そこからパスを投じると見せかけカバーされていたためスクランブルに転じました。これによりゲインはしておりますが、しかしここでホイッス、負傷者が発生しているため現在レフェリータイムアウトが入っております。
しかし非常に闘志あふれるスクランブルでした。クォーターバック8番は江端、金沢大学出身のクォーターバックです。ここで負傷によるオフェンスチーム残り時間少ない状況で負傷した場合には減算措置が取られますが、金沢それを避けるためにあえてここでタイムアウト、最後のタイムアウトを消費しました。これにより金沢ワイセンベルグタイムアウトなくなりました。金沢ワイセンベルグセカンドダウンスリー、試合時間残り55秒。パス成功、ファースター、クォーターバック67番急遽の投入ながら見事にランニングバックにパスを通しまして、ランニングバックキャッチアンドランで攻撃権更新、金沢ワイセンベルグファースター。さあしかしすぐに時計が回ります。ここでパスをスパイク、前に叩きつけパス失敗としました。これにより時計は止まります。しかしこの状況で急遽投入されましたクォーターバック67番、本来オフェンスライン、そして元クォーターバックではありますが、しかしこの状況見事にパスを投じましたのは、クォーターバックに入った67番の椿でした。さあしかし金沢残り41秒、果たして得点なるか。セカンドダウンテ、パス成功、ファースター、ここでパス通ります。金沢ワイセンベルグ攻撃権更新、ファースター。さあここでパスをスパイクし時計を止めます。パス失敗ですのでセカンドダウンに次は変わります。しかしこの状況で攻撃前進となっています。ボールオンは相手陣21ヤードの位置に入りました。金沢ワイセンベルグセカンドダウン10、残り時間31秒。ここでパス投じんと身構えましたが、しかしこれを仕留めましたのは浦和図68番 QB サックにより大きなロスを奪っています。金沢サーダウン18、パス不成功。ここで試合時間なくなりました。試合終了となりまして、浦和ウラーズ13点、金沢ワイセンベルグ0点で浦和ウラーズの勝利。第30回オーシャンボール制覇は浦和ウラーズとなりました。浦和ウラーズ通算7度目
JPFF 最多の優勝記録更新になりました。しかし金沢ワイセンベルグも素晴らしい戦いを披露いたしました。ナイスファイトでした。この試合に勝利しまして見事オーシャンボール制覇を果たしました。浦和ウラーズに優勝トロフィーが贈られます。青沼会長より優勝トロフィーが授与されました。浦和ウラーズ、浦和ズオーシャンボール制覇おめでとうございます。会長の橋本氏より優勝盾が贈られます。続きまして惜しくも準優勝に終わりました金沢ワイセンベルグに準優勝トロフィーが贈られます。日野副会長より授与されました。惜しくも届きませんでしたが素晴らしい戦いでした。ナイスファイトでした。そしてベストオフェンス賞は浦和浦和ズ18番の中村、失礼しました、平谷和正が取りました。平谷選手受賞おめでとうございます。そして、ベストディフェンス賞は浦和ウラーズ99番の長野選手です。長野選手受賞おめでとうございます。そしてノースランド賞は
ハーザー・ワイセンベルグの58番が受賞しました。58番は榊選手です。榊選手受賞おめでとうございます。そして関東賞は金沢ワイセンベルグ9番岡村みなみ選手が受賞いたしました。岡村選手受賞おめでとうございます。MVP の発表です。 MVP は浦和フラワーズ高校バスケ5番小宮山優太です。オーシャンボール MVP は浦和フラワーズ5番の小宮山優太が受賞しました。鮮やかなパス攻撃、見事な戦いぶりでした。小宮山選手受賞おめでとうございます。最後に青沼会長より閉会のメッセージが披露されます。第30回記念大会という節目の大会において大変素晴らしい試合を見せていただくと感謝申し上げます、優勝いたしました浦和ラズの皆様、選手、スタッフ並びに遠藤応援に駆けつけてくださいましたスタンドの皆様、本当におめでとうございます。社会人という立場にありながら日々の努力でこれだけの技術を継続するというのは選手の努力のみならずご家族のサポートがあってのことだと思いますので大変喜ばしいことだと思うので、そこを皆さん感謝してください。はい、ありがとう、ありがとう。来シーズンは、全国のチームに追われる立場になりますけれども連覇を狙える唯一のチームということですのでぜひ頑張って連覇を成し遂げていただきたいと思います。はい、はい惜しくも敗れました金沢ワイセンベルグの皆様、本当にお疲れ様でした。すでに皆様ご存じの通り、能登半島地震がありまして、プレーオフへの出場のご判断大変難しかったと思うんですね。それでも、皆様のご出場が、現実できることができればということでご出場いただいたことに本当に心より感謝申し上げます。惜しくも試合には敗れましたけれども皆様の活躍が必ずや現実していることができるのではないかと思います。改めて感謝申し上げます。お疲れ様でした。私の日本プライベートフォトボール協会は本当に全国すべてのチームが日本一を目指すことができる新しい取り組みを今模索しております。あと少しのところまで来ております。我々も努力いたしますので皆さんにもぜひご協力をいただきたいと思います。これからも我々見せましょうスポーツの力ということで頑張ってまいりますので今後ともどうぞよろしくお願いいたします。本日はご来場誠にありがとうございました。青沼会長からのメッセージでした。以上をもちまして表彰式を終了いたします。本日はありがとうございました。これをもちまして第30回オーシャンボール閉幕となります。両チーム素晴らしい戦いをありがとうございました。ナイスゲームでした。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。
いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながらそこでは評価されず、まだ石川県は能登半島沖地震の影響を受けてまして、まだ多くの方が被災されている中にあります。我々金沢アイセンベルグはその中でも、ここのオーシャンボールに出て少しでも、スポーツの力で石川県盛り上げようと頑張ってきましたが、ここで、力を及ばすということです。また来年、また浦和さんに勝ち上がっていただいて、また西日本はアイセンベルグ出てきますんで、またご声援のほどよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。金沢アイセンベルグ、非常に厳しい判断を強いてのこの回の出場だったと思います。しかしその判断かなわずとも、しかしその挑戦素晴らしいものがありました。ナイスファイトでした。本日はご声援いただきありがとうございました。我々、昨年度ですね、オーシャンボール出場できず、悔しい思いをしましたが、私やっとオーシャンボール、制覇奪還ということで、目標を成し遂げることができました。先ほど会長からもお話がありましたが、来年は追われる立場です。また、強いチームになって、また来年この場に立てるように、チーム一同頑張ってまいります。引き続き応援よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。浦和ブラーズ、北海道、東北、そして東日本の強敵強豪勢を見事倒して堂々の7回優勝を果たしました。素晴らしい戦いぶりでした。ナイスゲームでした。ザイヤにあれど素晴らしい戦いを披露しました両チームに、今一度大きなエールをお願いしたいと思います。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながらそこでは評価されず、失意のあてに次の競技にとしてこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのはグドンだが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。子供たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かしたスタープレイヤーが持たせてくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに足りなかったこの社会の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。この試合をもちまして JPFF は今季すべての日程終了となります。 JPFF に所属し、そしてこれに賛同しました各多くの地方の社会人チームは、この時をもちましてこれよりひとときの成熟の冬を迎えます。そして彼らはこの伏量放出の時を経て、やがて訪れる開花開校の春を犯し、鍛錬研鑽の夏を乗り越え、再び試練激闘の秋に挑みます。その果てにこの本会の地を訪れるのが果たしてどのような強者となるでしょうか。その光景を楽しみとしつつ本日の配信を終わらせていただきます。皆様長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。本日の配信は JPFF 日本プライベートアメリカンフットボール協会の許可を得て実現いたしました。 JPFF の皆様、そしてチームの関係者の皆様、ご協力いただきましてありがとうございました。その配信本日実施いたしましたのは私道楽屋リチャーでした。機会叶いましたらまたお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。